ちょい待ち。みんなごめんね、晒し上げられちゃって。お !UFO の加藤純一さんも頑張ってるね。これ UFO 科学者のたまにニコ生やってんだよな、この人な。おいおい、純ちゃんがついにニコ生で有料配信始めたぞーって。毎回こいつがニコ生で UFO の有料配信してる。加藤純一、こじきアイドル実況者封印か。ざけんな、この野郎。うんこちゃんアイドル実況者封印かのゴミ、高田原子主戦道、無職。虚言癖、めめしい置物。中田、うんこ野郎。あ、うん、あ、そっか、加藤純一出てんのか。え、俺、いいやつリツイートしてこようかな。キズポンがエブジョイになってなかったら、キズポンのこと好きにならなかったし、そもそも存在すらしなかったら、何が、あ、イベルトの MC、あ、なるほど、イベルトで、キズポンを知って、っていうことか。おー。なるほどな。なんか面白いツイートねえかな。なんだこいつ。こいつ誰だこれ。すごいなんか、人がいた。みんな俺の顔とか本当に勝手に使ってんだね。ちょ、やめてね。なんで俺の顔勝手に使うの。うんこちゃん、そう、うんこちゃんを見ればいいのか。なるほど。あ、いいじゃん。なんだこれ、キチガイみたいになってんじゃん。これやばくねえか。俺はこれ発達障害みたいな顔してんだけど、これ誰これ。うわー、うんこちゃんがキャス見れた。動画に興味持たせてくれた人なんだな。なんか感動した。いいね。いいじゃん。全然関係ない。あ、なるほど、そっか。うんこちゃんって別に俺以外の、そっか。マジうんこちゃんやなーとか言うもんね。そういう人たちも出てくるんだ。なかなか難しいね。絶対これとか俺のこと好きじゃないじゃん。今日の帰り楽しかったらうんこちゃんとか。絶対、違うよな。俺へのメッセージじゃねえよな。駐車場の掃除してたら朝っぱらからうんこちゃんたちを見たとか、こんななんか、あ、なんか、うんこちゃん会ってみたいな、23なんだけど、うんこちゃん友達になりたい。全然いいよ。一応女です。一応はやだわ。可愛い女の子だったらいいけど、一応はやだ。ねえねえ、ミルキーヌちゃん可愛くない？あ、いいね。本物のうんこちゃんが。11でエゴサーチしろ。なんで11、どんだけ俺エゴサーチしなきゃいけねえんだよ。お！船ザメもいるじゃん、船ザメも。船ザメだよね。船ザメ。船みたいな顔してるからだよね。誰だこれ。とんでもないライバルが現れたんだけど、俺に。ねえ。杉村太蔵より俺やばいぞ。なんていうこれちょっとライバルだな、こいつな。うんこちゃんさん。あ、こいつちゃんとさん付けしてる。やめて、なんか偉そうだからうんこちゃんにして。それか、頬骨。あと30年、点々といろいろサイト回って配信し続けたら、なんだかんだ働かずに生きていけそうだよな。お前人生舐めんなよ。お前人生舐めんなよ、マジで。でき、生きていけるわけねえだろうがよ。一生懸命やってギリギリ、病院で働きながらニコ生をやって、なんとかギリギリ生きていけるんだよ。俺が、いろんなサイトを点々として配信続けたら、なんだかんだ働かずに30年も生きていけると思うなよ。お！案外ゴミみたいな人間いっぺんじゃん。ああ、あれね。あ、ゴロリ、これめっちゃ面白かったって言ってた。学校で会った怖い話。全部見たって言ってたわ。久々に。見る目あるな！あのバカ野郎。なんだ、偽加藤純一。あ、こいつがいるせいで、たまになんか、その、言われるんだよな。加藤純一さんはどっちが本物ですかって、こいつよく上がってるわ。
お前名前変えろよ。邪魔くせえな。顔譲ってやるから。加藤良存しろ、お前は。おい。お前名前変えろ、今すぐ。加藤良存しろ。加藤良存で、お前は、羽ばたけ。より、自分らしく。うんこちゃんの甘神野郎のオープニングで使われてた曲が知りたいんだけど、マジ、こういうのめっちゃ嬉しいんだよね。こういうのめっちゃ嬉しいんだよね。なんでかって言うとさ、シギージュニアの役に立てた、みたいな。誰かの役に、こういうの、これ、リツイートだ、これ。これ、リツイートだ、これ。おい、いいコメント今から俺リツイートしてくから。お前、いいぞ。お前リツイートだ、これ。これ、俺ちゃんと、これから俺にいいコメントをやってきます。このみやこさん超可愛くない？なんだこいつ。くたばれよ。愛憎だよ、これ。愛憎。なんかあんま面白くねえ。あんま面白くねえなぁ。コメントの方がまだ面白いなぁ。わ、うんこちゃんってやつがいるなぁ。デブカツ。すげえ。ああ、なんかいいね。この女子高生たちの戯れみたいな。これ並んでカラオケ。これなんか俺かこれ。これ大丈夫、これ金牌じゃねえの。おい、これはめられてんだろ。俺じゃねえよ。金牌だよ、絶対。ふざけんなよ。これ金牌だろうがよ、俺じゃなくてよ。嘘つくんじゃねえや。明らかに金牌だろ、こんなの。こんなブスじゃねえよ、俺。はめるな。村田と安倍のことをデブと思っていうことじゃ好きや。そう、俺、感情が高ぶると村田と安倍のことはデブって言うから。知恵袋見いいよ。今日知恵袋とかやってるやついんのか。見ようぜ。ガチっぽいやつ。ネタって面白くねえじゃん。か、始めちゃった。あ、いい、こういうの、加藤純一が着てるこのジャケットってどこでもいいのみたい、こういうのみたい。あー、これかっこいいだろ、これかっこいいだろ、教えねえかんな。こういうのいいんだ、こういうのいいんだ。こういうのいいんだよ。かっこいいだろ、これ。教えねえかな、おめえにな。芸能人みたいでかっこいいよな。嬉しい。おい、これ、俺、髪決まってんだ、この時な。すげえ、ネルさんをさ、すげえ見下して、なんだこいつ、自己破産やろうか、みたいな目で見てるね。教えません。ひどい目で見てるな。加藤純一さんが飼育している犬の犬種を教えてください。ピットブルという犬種です。ピットブル誰だろう、世界で一番でかい犬じゃないの。最低だね、みんなね。なんで教えてあげないの。これ20キロ、50キロくらいある犬ってだろう。最低だな。教えてくれよ。ちゃんと。いいね、いいね、こういうの、こういうの見ようぜ、こういうの見ようぜ、こういうの見ようぜ。加藤純一と一人ずつで質問です。この前好きな AV 女優さんと出演した配信にて、この人が司会をやっていたんですが、かなり慣れ慣れしいというか、司会なのに上から目線だし、自分のことばっかり話そうとするし、全然女優さんが来たってませんでした。そもそも司会もものすごく下手だし、なんで素人を気をしているのか、あの人は一体何なんですか。これ、あれだよな。答えが大事だよな。答えが、こういうの大事、こういうのめっちゃ大事。だってさ、この人俺のこと知らないでしょ。俺のこと知らないよね。でも俺を知ったんだよな。こういうのめっちゃ大事。10話ニコ生でも、10話ってもう確実に俺の視聴者じゃん。10話ニコ生で結構有名な生主で、アクティブ1800叩き出すバケモン。実況動画も一応上げてるから、ニコニコ動画で甘神やろうで検索してみるといいよ。まあ俺のおすすめは、ジュンが生放送の時やってたゲームを誰かが録画して動画にアップした。めちゃめちゃ俺のこと好きじゃん。モンスターファーム2の遅れまへんだけどね。モンスターファームを見るとジュンが面白いってよくわかるよ。お前イベルト見たんだろ。ジュンを知らずにイベルト見たってことは AV 女優の方に興味があったってことか。イベルト見てるやつの半分はジュンを見に行ってるからさ。あいつが周りを浸りようとして置物になると、ジュン見に行ってるやつが減るだろ。だからあいつも、いつもの自分を出しつつ女優さんともやりくりしていかなきゃいけないから、まあ大変なのよ。とりあえずモンスターファーム2遅れ前方見てみろ。普通に面白いから。しかも生放送でセーブなしってのがすごい。必死だなお前ら。
必死すぎないか。マジレスか。でもいいね。え、だって俺のこと知らない人が知ってくれたっていうのはすごいチャンスだよね。なんかいねえかな、俺のこと知らない人。もう石田純一と加藤をコラボさせないでくれ。ファンキー加藤ってなんか性欲強いやつばっかじゃねえかよ。死んじゃいもはモコを潰そうと思えば潰せますか。バカなんじゃないのみんな。なんかそういうことばっか考えてんでしょ。本当おめえらのこと絶対聞かねえんでしょ。おめえら出てくる間違いばっかだわ、本当に。ちょっとこれ見ようぜ。ニコ生チャンピオンのうんこちゃんについて質問です。うんこちゃんこと加藤純一さんは生放送中にエミュレーターを使用していますが、なぜ叩かれないでしょうか。普段は実機だけど などと平然と嘘をつき、クイックセルは通称実機止めと呼ばれるエミュレーター特有の停止現象をしています。何度かエミュレーターであることを自白している加藤純一さんに対して、信者エモンと呼ばれる熱狂的なリスナーの方々も、実機特有や実機アピールなどとわけわからないコメントしています。なぜグルタミンがエミュレーターでエメラルドを実況した時はあれほど叩かれたのに、加藤純一さんに対しては見て見ぬふりをするのでしょう。回答よろしくお願いします。同じことを考えたことがあります。グルタミンが叩かれてうんこちゃんが叩かれない理由は、そのことをネタにできるほど良い意味でも悪い意味でもアウトローさにあると思います。それと実際のところうんこちゃんがエミで叩かれてないというのはないですよ。ただうんこちゃんの放送ではエミを使うことがほとんどで、そんなことねえや。その都度その都度叩いてたらアンチも持たないから、そんなことねえや。そしてそのようなアンチコメントの中でも特徴的なのは、どんどん死んじゃいもののネタになっていきます。つまり、エミでうんこちゃんを叩くのが無駄だとアンチが分かったから、もう叩かれてないと思う。本当にそうなのかな。俺、赤信号みんなで渡れば怖くないの精神でやってるんだけど。違うのかな。マジレスするとグルタミンはロムを違法ダウンロードしてゲームを PC でできるエミュレーターを使って実況していた。エミュレーターを使うこと自体はグレーであるか、対象、違法ではないが、ゲームソフトをダウンロードするのは違法。対して純一は昔こそロムを割っていたが、割ってねえよ。今はゲームソフトはゲーム屋で買ってきて本体にソフト挿入。その後本体はパソコンに付けエミュレーターを使って配信してる。なんでお前、おかしいだろそんなのよ。勝手に決めつけてんじゃねえよ。前日の通りエミュレーター自体は違法ではないけど、グルタミンはゲームソフトを見せて買わずにネットでダウンロードしたロムを使ったから叩かれた。純一はゲームソフト買う配信とかもしたことも、あ、なるほどな。結構買いに行ってるからか。あ、そっか、最近そうだもんね。あ、そうだね。比較的そうだね。なんか、あれだもんね。PS ストアとかで買ってるもんね。おー。なるほど、なるほど。あ、最終回、あー、嬉しいな、こういうの。こういうの嬉しいな。うんこちゃんの甘神やるの最終回の21分半くらい。こういうの地味に嬉しいんだよな。こんな俺でも役に立てたみたいな。あ、いいね。いいね。友達からニコ動で雑談の生放送をやってるうんこちゃんという人が面白いと聞いたので、ニコ動で検索してみたのですが、放送予定とか過去の放送とかのところを見ても雑談のやつがありませんでした。なんと調べればうんこちゃんの放送が見れますか。うんこちゃんって調べろよお前は。バカ野郎。2年前なんだ。やっぱこうやってみんながさ、俺は言ってんだろ、結局何が一番広がるかって言ったら、工作とかじゃないんだよ、口コミなんだよ。絶対にそれが一番広がる。みんながなんかちょっと明るいおじさんがいるから見てみてって私生活で一人に勧めるのが一番広がるのね。結局工作じゃないじゃん、それはお願いじゃん。お願い。ちょ、広めて。よろしく。